Wikipedia English writes that the Karnak stones were erected during the Neolithic period which lasted from around 4500 BC until 2000 BC. The precise date of the stones is difficult to ascertain as little datable material has been found beneath them but the site's main phase of activity is commonly attributed to 3300 BC. One interpretation of the site is that successive generations visited the site to erect a stone in honor of their ancestors. A recent assertion states that the megaliths were set as protecting shields for an army of defenders of Karnak as pre-elected burg against attacking enemies. This story has been presented by Santiago Sevilla in a book published in Amazon.com under the title of Paleolithic Studies, Stonehenge and Karnak. No, no, no! karnak was a rock calendar along with a very uk which was constructed by people who could fly in the air freely or et's here in this video it's my pleasure that i Hiroshi Hayashi, can show you its proof and evidence france's karnak 4500年頃から紀元前2000年頃にかけて作られ特に紀元前3300年頃に主に使われたと言われていますそのカルナックが何であるかについてはウィキピディア百科事典は次のように書いています先祖の名誉を祝うために何世代にもわたってその子孫たちがそれぞれ 岩を建てたものと言われていますが外敵から町を守るために建てられたものだというサンチアゴ・セビラの説も近年提起されていますと No, no, no フランスのカルナックは UK のエイルベリーと並んでロックカレンダーでした繰り返しますロックカレンダーでした なおかつそのカレンダーには空を自由に飛ぶことができる人つまり ET が深く絡んでいましたそれをこの動画の中で証拠を添えて証明します「広瀬林しハムマッリジャパン」今ご覧いただいているのが上がエイブビリーと その周辺で見つかったトークンつまり目印ですそして下がカルナックと同じくその周辺で見つかったトークンですこのトークンがカルナックの謎を解く大きな鍵となりましたそれについてはこの続く動画の中で説明しますがその前にいくつか外堀を埋めておきたいと思います 皆さんをフランスのカルナックに案内します。フランスのカルナック列席です。で、この列席は何かということですけども、全く分かっていないんですよね。で、先ほどのような説明がなされています。まことしやかな、もっともらしい説明がなされていますが、 私、林宏の解釈は全く違ったものです。それをこれから順に説明していきたいと思いますけれども、このような石がですね、並んでいます。で、今現存する列石の中で一番たくさん数えられる列ですね、横列は13列になっています。13という数が何を意味するかですけれども、それは別のところで、 証明しましまたのでここではまずこのカルナック列席がカレンダーであることを皆さんに証明しますもう一度最初から皆さんをカルナックへ案内します偶然ではありえないというラインを証明しながらそれが偶然によってできたものではないつまり人為的に置かれた位置にあるということを証明していくのが林宏の ライン理論ですで最初にこのカルナックに点をつけてみますでこのカルナックですけども先ほども言いましたようにつまりは何も分かっていないということですねで最近の学説によればですねどうやら砦であったというのです敵から村を守るために作られた砦であったというのですね で、このカルナックとですね、私が以前からロックカレンダーであると証明してきました、いくつかの遺跡と線でつないでみます。まあ、こうした石舞台に似た遺跡もあるということです。で、ここがカルナックです。カルナックから東へ線を伸ばします。 でぐるっっっとと回っててラオスのジャール平原へとやっていきますここがラオスのジャール平原ですここには奇妙な壺形の岩が並んでいますそして右がインドネシアのポケケアですこのジャール平原の列石とポケケアの列石とは 区別がつきません。上がインドネシアのポケケアです。下がラウスのジャール平原の列石です。見比べてみてください。全く同じです。全く同じです。区別がつかないと思います。で、これも暦列石です。この壺のようなものの中にですね、何かトークンを置いて毎日動かしながら、 日月、季節そして一年を知ったものと私林宏は考えていますえつまりはジャール平原の壺型列席もそしてポケケアの壺型列席も暦列席つまりロックカレンダーであったと私林宏は判断していますそしてカルナックとジャール平原の列席とポケケアの 列石は真一直線でつながりそそしてそのラインはナスカへと向かいますナスカにはこれらの遺跡を示す滑走路があります、まあ、そこで今度は林博史のナスカ理論ということになります、まあ、それについてはもう少し後で説明しますともかくもカルナックとジャール平原の列石とそしてポケケアの列席は 真一直線ででがっていいるととうことですもう一度この地球を見てください左がカルナックそして中央やや右寄りがジャールラオスのジャールですそして一番右がインドネシアのポケケアですそこでカルナックの中心部とポケケアの中心部を線でつないでみました一番左寄りの 赤いラインが、上はカルナ、下はインドネシアの。ポケケアとつないだラインです。この中心部に。ジャールがあります。この辺り全体を。ジャール平原と言います。そのエラーは、つまり。ジャール平原の中心部から。赤いラインまでのエラーは。八点六一キロメートルです。まさに。ジャール平原の。真上を。 この赤いいいラインが通過しているととうここになります。これをエラーと見るかあるいはエラーと見ないかあるいは偶然と見るかあるいは偶然ではないと見るかは皆さんに皆さんの判断にお任せします長い前置きになりましたがこれからフランスのカルナックはロックカレンダーであったことをこれから証明しますその アウトラインを最初に説明しておきます有形のエイブ・ベリーはロックカレンダーでしたその証明を最初にしますそしてそのエイブ・ベリーからマーキングトークンが見つかっています目印の岩です斧ではありませんそして同じものがフランスのカルナックで見つかっています両者を比べてみてください全く同じ斧の形をしたマーキングトーンということになりますそれがフランスの カルナックでも見つかっていますえつまり同じ斧の形をしたマーキングトーンが UK のエーブベリーとフランスのカルナックをつないでくれましたつまりこのマーキングトークンを毎日1個ずつ動かすことによって古代の UK の人フランスの人たちは日月季節 そして1年を知ることができましたマーキングトークンがエイブベリーとカルナックをつないでくれましたがそれだけではありませんでした以上紹介した遺跡全てがナスカにつながっていますナスカにはこれらの遺跡を示す滑走路がありますそしてそれらの滑走路は1か所に集まっていますつまりこれらの遺跡は 空を自由に飛ぶことができた人すなわち ET もしくは NT つまりネイティブ・テランスつまり地球在住型の知的生命体の人たちによって作られたということですここでは簡単にそのナスカ理論による証明を皆さんにご覧いただきますこれがそのプラットフォームおよびその滑走路です ポケケアのラインもあります。ジャール平原のラインもあります。それからショリア、ロシアのショリアのラインもあります。そしてエイブベリーももちろんあります。そしてもう一箇所、モーレイのラインもあります。その中に、つまりはカルナックのラインも含まれているということになります。 その証明は続く動画の中でします繰り返しますが古代の人たちにとって最も重要な関心事は暦および暦の統一でしたそしてその暦の指導を ET もしくは NT がしたということになりますナスカがその証拠ということになります林博の ナスカ理論の応用ということになります続く動画をどうかご覧になってください Bye for now Good day, my friends, in Australia. I am Hiroshi Hayashi, Japan, who once studied law in Australia in 1970 and I stayed in International House of Melbourne University as a scholarship holder from Tokyo Chamber of Commerce and Industry or personally assisted by Mr. Hidesaburo Shoda, father of the Empress of Japan now. If you may respect my career of this a bit, please give me half an hour to share this video through which I can tell you what the jar was used for. In Japan, it is widely reported that they were used for hurting the dead as Mr. Dagart O'Reilly, probably an Australian archaeologist. Mr. Dagart O'Reilly has reported in his Facebook as follows. The exact purpose of the jar, which dates back to the Iron Age, remains unclear, along with the ethnicity of the people who left the jar, which weigh up to 10 tons each and were dragged from quarries up to 10 kilometers away. One of the big questions is what were the jars used for? And that's something we hope we'll be able to shed a little bit of light on says a project chief investigator here's my idea with evidence and proof jar rocks may have been used as coffins most possibly or circled fresh eating coffins as the ones which have been unearthed in Assos in Turkey as well as a giant rock calendar along with the ones in Avery in UK and Karnak in France Thank you very much for attention and I say here, cheers Mike! Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about a very mysterious megalith in Celebes, Indonesia, called Pokekea Megalith. As to Pokekea Megalith site, Celebes, Indonesia, WorldCom website writes as follows, though nobody knows what they are and who created them. Stand silent in Pokekia megalith site, just like thrown out from a time machine to a mysterious land in the very old ages. Statues and many megalith stones are scattered in the very beautiful valley, located in Napu Valley, three hours driving from Palu, the capital of Central Celebes, Indonesia. Pokekea and the rest of the valley offered amazing landscape view and historical experiences. I, Hiroshi Hayashi, is to try to solve this mystery with my own Nazca theory. You will know what they are and who created them after ten minutes. Can you be patient for ten minutes to know the secret of Indonesia? インドネシアのセレベストに奇妙な巨石遺跡があります。それが何であるか、誰によって作られたものかについて、誰も知りません。が、その謎は簡単に解けました。それだけではありません。私はその謎を私のナスカリ論を使って解きましたが、このことは同時に私のナスカリ論の正しさを証明するところとなりました。どう解いたか、どう証明したか、それをこれから皆さんに紹介します。で、 10分後にあなたはこう言うでしょう。なんだそうだったのか、と。なお、この巨石遺跡についての情報は、雪を山川さんによって届けられました。私もその巨石遺跡については、雪を山川さんによって教えられるまで何も知りませんでした。が、その巨石遺跡から、ナスカに線を引いてみたら、謎はそのまま解けました。ラオスのジャール平原の巨石ラインと、同じ滑走路の反対側と、 その線が重なったのです。ビンゴーです。そればかりではありません。これから紹介します、ロシアのショリアの巨石遺跡ライン。さらには、UK のエイブベリーラインとも重なったのです。さらに、ペルーのモレーのラインとも重なりました。どれも私がカレンダーであると証明した遺跡です。では、順にそれを説明していきます。 先ほど紹介した画像と同じになりますが、まずインドネシアのセレベストをまあ紹介します。この左から二つ目の星のところがセレベストです。そして一番左のところがラオスのジャール平原です。同じ巨石があります。で、その間の距離は約3000キロなんですね。互いに行き来できる距離ではなかったと思われます。で、まず皆さんをですね、このポケケアメガリスへ案内します。 インドネシアのセレベストです。で、ここにその巨石があります。で、あの、この白い点が二つありますけれども、巨石があるのは向かって右側の方だと思われます。まあ一応点はこの点に取りましたので、えー、皆さんご自身が検証なさるときは注意してください。これがそのポケキア巨石の、まあ、 石、今、まあ、巨石なんですよね。要するに。で、こうしたものがポケキアにあるわけです。まあ、大きなものですね。そしてそうした岩をですね、加工して、まあ,あ、このような容器のようになっているわけです。ご覧ください。そして今度は、えー、ラオスのジャール平原へ、 皆さんを案内します。これはベトナム在住の中さんという方が、この情報を教えてくださいました。これがラオスのジャール平原です。で、このジャール平原もやはり同じような場所にはあるんですけどもね、この位置よりもやや上あたりのところです。緯度経度は合ってますので、それを頼りに探してみてください。この場所よりもやや上あたりです。で、 この緯度経度は正しい位置ですから、これを手がかりにこの場所を探してください。で、これがジャール平原の巨石です。まあ粒、やはりつぼ型に作ってあるわけですね。で、インドネシアではこれをあ、ごめんなさい、ラオスの方ではこれをですね、酒を入れておく、まあ、容器として使っていたと。そのように説明されているようです。中さんがそのように教えてくださいました。で、この、いわゆるポケケアの、 メガリスと、それから、ジャール平原のメガリスを比較してみますと、大変興味深いことがわかります。上がポケケアですね。インドネシア。そして下がラオスのジャール平原の巨石です。まあ、順に比較していただくとわかりますように、同じなんですね。まあ、それ以上言いようがありませんね。同じ壺型で、そして岩をくりぬいて作ってあるということです。何のために、どうしてかっていうことですよね。 ま、人間の大きさと比べてもかなり大きいものだということがわかります。まあ、簡単に持ち運ぶ、運べるような岩ではないということですね。岩というのは重いですよ。あの、はい。私の家の庭にも、まあ、小さな岩がありますけれども、まあ、どうしていいものかっていう感じで、あの、困っているような状態でしてね。まあ、要するにこの白黒にしてみますと、セピアにしてみますと、区別はつきませんね。 皆さん自身で確認してください。で、これと同じようにですね、このショリアとエイブベリーを比較しています。ロシアのショリアです。これも雪を山川さんが教えてくださいました。緯度経度はここに示しておきます。そしてエイブベリーとの間の距離はですね、5800キロも離れているんですね。やはり同じように、まあ、比較しています。上がショリア、薄すアバンカスキーですきね。そして、この人の大きさと比べてください。ここが重要です。巨石なんですよ。あのー、 こんな岩をですね、この大平原の真ん中に並べてあるというところが謎なんですね。周りには岩らしいものは何もありません。エーブベリーもそうですね。この大きさを比べてみてください。で、同じものが処理や、それからエーブベリーの両方で見つかったということです。軽度差にしてちょうど90.0のあ軽度差があります。で、 こういうのを見ますとですね、はっきり言いますと、エイブベリーの今までの考古学者の先生たちはもういろいろな説明してきましたけども、すべてそうした説明が吹っ飛んでしまうということですよね。同じものがショリロシアの5800キロ離れたショリアで見つかったということです。皆さん自身で確認してください。これからもこうした発見は次々となされていくものと思われます。で、上がショリア、下がエイブベリー。区別はつきませんね。このことをちょっと頭の中に入れておいてください。 エヴベリーはカレンダーでした。同じように、ショリアもカレンダーと考えられます。下はあ、あの、前方、興奮ですけどもね、この並び方のコンセプトですね、いわゆるハニヤを並べていく、このやり方がですね、ショリアの石の、石の並び方と大変よく似ているということです。ウスター・バンカンスキーのね、あの、石の並び方とよく似ているということですね。大きな岩を並べて、その間に小さな岩を並べてあるということですね。ですから、まあ、前方後円墳、まあ カレンダーすると重ね合わせますと、さらに、まあそ、それらの、空の関係性、関連性がですね、あ明確になってくると思います。では、これから、あその、まあ、検証といいますかね、ナスカ理論を使ってそれを説明しています。これがナスカです。この黄色い線は、ポケケアラインですね、ポケケアから引いてきました。 先ほどの、まあ、移動経度のところから引いてきました。そしてこのラインがですね、この滑走路に重なります。中部からご覧ください。ここが林いのナスカ理論です。中部からご覧くださいよ。このラインと重なりますね。これは綺麗に重なるんですよ。皆さんも、あー驚かれると思います。移動経度はここに示しておきます。この点を基準にして、この滑走路を、ま、割り、まあまああの、調べてください。そしてこの、 今のブルーの線が今ポケケアですね。そしてこの黄色い線がジャール平原から引いてきた線です。上で重なりましたね、線が。このように、ナスカ、ナスカではですね、同じ関連性のある遺跡をこうしてラインで示しているということです。上のブルーのラインがポケケアラインです。で、右の赤いラインがジャール平原から引いてきた線です。まあ、このようにして、両者は綺麗にこのライン、あの、滑走路の上の方で重なるということです。が、それでだけではありませんね。もう一度ご覧ください。 これがポケケアラインですね。このブルーの線がポケケアラインです。いいですかそしてこの、この赤い、これが黄色い線がエイブビリーから引いてきた線です。そしてこれがショリアから引いてきた線です。この一番右のブルーのラインはショリアから引いてきた線です。そしてジャール平原のラインと重なります。がもう一つ、モーレペルーのモーレーラインと重なります。このモーレーもカレンダーであることを証明しました。 このように、まあ、ロックカレンダー、並びにモーレーはですね、すべてこの5本の線はここに集まるということです。もうこれは偶然ではありませんね。確率論的にありえないことです。もう一度、簡単に復習しておきます。いいですかあ中央があナスカです。上がポケケアです。ブルーのラインですね。それから、ジャール平原の赤いライン。それから、ショリアのう水色のライン。そして、エイブベリーの黄色いライン。 そして最後に、モーレーの緑のグリーンのラインがこうして重なるということです。これでナスカリ論によって、これら5社はですね、すべてカレンダーであり、また、このナスカリ論を使って、ポケケアの巨石メガディスもですね、カレンダーであることが証明されました。いかがですか続くビデオどうかご覧になってください。Bye for now! Hiroshi Hayashi's Nazca Platform Theory. Nazca lines are lines that show the direction sharp to each ancient ruin. This is Hiroshi Hayashi's Nazca Theory, and each line from each similar spot gathers together to each platform in Nazca. This is Hiroshi Hayashi's Nazca Platform. Theory. Here are some examples of Nazca platform theory, along with Pokekea, Indonesia, and Jaz Laos, Luyan and Yunyan China, Persepolis now in Iran and Babylon in Iraq, Lahore Olympia and Terracotta Army, and very interestingly Jantal Mantal India and Izumo Taisha Japan. With this theory, you may know how and in what way each ancient ruin is related with another ruin. For example, can you tell the difference between Pokeke Indonesia and Jad Laos, which are over 3,000 kilometers away from each other? These two ruins were rock calendars. I, Hirochayashi, understand. ナスカラインは世界の拠点の位置を正確に示す方向指示ラインですこれを林博氏のナスカ理論と言いますまた類似の拠点からのラインはナスカで一つのプラットフォームに集まりますこれを林博氏のナスカプラットフォーム理論と言いますここにいくつかの例をお見せしますでこれらの理論を逆に応用することによって それぞれの遺跡が何のための遺跡であるかを知ることができます例えばインドのジャンタルマンタルと日本の出雲大社などインドのジャンタルマルタルが天文観測所でしたから日本の出雲大社本殿も天文観測所だったということになります広島市浜名ハママシ,シティジャパン それでは最初からもう一度説明します5つの例を皆さんにご覧いただきますナスカですナスカにはこのようなラインが無数に描かれていますで右上から引いてきたラインがインドネシアのポケケア遺跡そしてラウスのジャール遺跡から引いてきたラインです これらの2本のラインは1つのプラットフォームに集まります互いの間の距離は 3000km ですが区別がつきません次に中国の龍門と雲江のラインを紹介します左が龍門から引いてきたライン右が雲江から引いてきたラインですこれら2つの遺跡もやはり見たところ区別がつきません 左がリウモン右が右です。次にペルセポリスとバビロンから引いてきたラインを紹介します上がペルセポリスから引いてきたラインです下がバビロンから引いてきたラインです初代ペルシャの王キュロス二世が 君臨したバビロンですそしてその後のカンビュセスを倒して下りについたのがダリウス1世ということになりますがそのダリウス1世が君臨したのがペルセポリスということになります次にこのラインはルンビニラホールオリンピアその途中でアテネも通りますがそのラホールから引いてきたラインです そしてブルーのラインは中国のヘバヨから引いてきたラインです皆彫刻と関係がありますそして右から引いてきたラインがインドのジャンタールマンタルから引いてきたラインです天文観測所と判断されています赤いラインがそのラインです。そしてブルーのラインが日本の出雲大社から引いてきたラインです日本の線は ここで交わります。右のジャンタール・マンタルが天文観測所でしたから出雲大社も天文観測所ということになりますこれらは林宏氏のナスカ・プラットフォーム理論のほんの一部ですがナスカ理論およびプラットフォーム理論を逆に応用することによって古代の 謎の遺跡あるいは遺跡の謎を解くことができますが誰がこのラインを何のために引いたかということですけども遠い昔地球へやってきたエイリアンたちが人間のために残した歴史遺産ラインと考えると謎が解けますえつまりナスカ理論プラットフォーム理論を逆に応用することによって 人間と神々の歴史を知ることができるということになります。 Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about a cross point in North Asia. I Hiroshi Hayashi say here in this video that when two lines meet together there we will see a cross point or a datum point for extraterrestrial beings. Here is another evidence 二本のラインが交わるとき、そこにクロスポイントがあります。林博史のライン理論です。今日の物語は、そのクロスポイントについてのものです。たまたま、雪き山川さんより、キジルセックツの話がありました。で、その写真が気になったので、キジルセックツを調べてみました。またまたビンゴーです。キジルセックツが、今まで解けなかった謎を解いてくれました。 アジアでも、リュウモンだけが他の遺跡から浮いた形になっていました。が、キジルセックスを教えてもらったおかげで、その謎が解けました。画面を見ながら説明します。まず、皆さんをキジルグロトウ、まあ、セックスへ案内します。この印をつけたところがキジルグロトウズです。で、 ここへ行ってみます。で、この、キジル石窟については、実は私はノーマークでした。で、今回ですね、まあ、写真を見せていただき、まあ、何かあるぞっていうふうに感じたわけです。まあ、ここがキジル石窟です。まあ、こうした、まあ、景色が広がっているわけですね。 で、この、まあ、こうしたその検証ではですね、私のライン理論とナスカ理論が役に立ちます。で、この木汁石窟からですね、ナスカに線を引いています。で、ここがナスカですけども、まあ、進捗線と言いますか、一本重なるラインが見つかりました。このラインです。 で、このように言いますと皆さんは、ただの偶然だというふうに思われるかもしれませんね。が、まあ、そう判断するのはちょっと待ってくださいよ。実はこのあたりには、世界のですね、石窟からのラインが集まっています。まあ、この,このラインも含めて、すべて、えー、なんて言いますか、寸分の狂いもなく重なりますから、皆さんも確かめてみてください。今、この米印のマーク、これがあの、まあ、目印ということにしておきますね。で、このラインが、 運ウから引いてきた線です。ユンギャンから引いてきた線ですね。そして同じ、あまあ、滑走路、左側が、これがリュウモンから引いてきた線なんですね。で、このポイントをちょっと注意してくださいね。あの、線、ラインを見失うといけませんので、この、まあ、ここへ来ましたね。それと、その下の赤い線が、これがバーミアンから引いてきた線です。下に綺麗な滑走路が見えます。このバーミアンのラインはですね、この滑走路、両端にマウントがありますから、 あの、正確に撮ることができます。一応。そして、この4箇所はですね、まあ、ここに集まっているわけです。木汁、雲門、それから龍門、そしてバーミヤンですね。そして、写真を拾ってみました。右上が木汁、下左下がですね、えー、雲光ですね。そして、左上が龍門です。そして、右下がバーミヤンということになります。そして、これら4箇所をですね、比べてみますと、 全く区別がつかないんですね。いわゆるまあ、コンセプトが同じと言ったらいいのか。まあ、同じ画家が描いた絵のような感じですよね。右上からヒジル、下がバーミア、左上がリオモン、そして運行です。で、細かいところを見ますと、制作コンセプトも同じということがわかります。まあ、皆さん自身で比較して判断してみてください。つまり、 こうした、まあ、石ですよね。こうして比べてみて、あなたはですね、区別ができますかあるいはその違いを言うことができますかってことですね。では、検証してみます。今度は林浩氏のライン理論です。ここに記事類があります。スペリングがわかりませんでしたので、カタカナで表記しました。そして右下がリュウモンです。線でつ繋げておきます。 で、今度はバーミヤンですね。左下がバーミヤンです。そして、運行です。で、線で繋いでおきます。そうしますと、ここにクロスポイントができますね。林博のライン理論によれば、まあ私ですけどもね、あの、クロスポイントには、クロスポイントは基準点である。というのが、まあ私のあ、ライン理論の基本です。で、ここには何があるかということなんですね。 で、このクロスポイントをどん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 探して下降りていてみますと、87.8キロ離れたところに、ビンゴですね。マガオ。バッコウクスがありますね。トンコウバッコウクスです。今までマガオを基準点に取っていましたけれども、まあ、ひょっとしたら今のクロスポイントが、あ本当の基準なってますか、基準点クロスポイントかもしれません。そしてこのマガオへ降りてみます。今中心に持ってきました。 バッコークツです。バッコークツですね。で、やはり、大変よく似た景色が広がっています。頓行、バッコークツです。まあ、石窟ですね。やはり同じように石窟が作ってあるということです。まあ、バッコークツって言いますと、この写真が一番最初に、えー、出てきますけどもね、まあ、観光地にもなっています。 では、比較してみましょう。先ほど、キジル、バーミアン、リュウモン、それからウンコウを,を見比べていただきました。そこに、マガオ、バッコウクツが加わります。で、色をセピアにしてみますと、また、また、なってますかね。区別がつかなくなりますね。あるいは、皆さんは区別ができますかでは、キジルとマガオ、 簡単に比較しておきます。まあ、壁画が残っているのは今のところですね、えー、木汁とバッコークツということになるんですけども、この、まあ、壁画がですね、またまたよく似てるんですね。で、こう、細かいところを見ていきますと、特に頭の上のにこの丸い太陽の紋章だと思いますけども、太陽の紋章が私は気になりました。皆さんどうでしょうかそして上半身裸で、下には、ま、ちょっとフィッ変わった腰巻きを巻いています。 これが神々、つまり、エイジアンの衣装ということになるのでしょうかね。そしてネックレスですね。お決まりのネックレスです。で、もう一つこのナスカに戻っています。ここには、今言いました、バックオークスのラインがありませんね。しかしあるんですけどもね、左の方にあります。いわゆる左のこのグランドクロスのあたりにはですね、世界の重要な拠点が集まっているところからのラインが集まっています。この白い線が今、真顔から、 引いてきた線ですけども、この、ここに、この、このラインが真顔ラインと私は呼んでいます。実はないわけではないんですね。えー、ということで、えー、新しい発見ができましたので、皆さんに報告しました。Thank you very much for watching and see again next time. Bye! 続いて、世界の山々の、えー、ラインについて説明します。 謎の山、キリマンジャロですね。このキリマンジャロも大変重要な山です。これはあ、私が発見したクロスポイントの中で、まあ、この、ここには何かあるはずだということで探して、この場所を見つけました。この、まあ、クロスポイントの横線はですね、寸部の狂いもなくキリマンジャロの方向を示しています。地球を半周以上してるんですよ。そして、ナスカにももちろんラインがあります。これをキリマンジャロラインと私は呼んでいます。 その都度、緯度、経度を示しておきますので、興味のある方は自分で確かめてみてください。これグランドクロスですね。ポポカティペティからのラインももちろんあります。ポポカティペティのまあ、ふもとと言ったらいいんでしょうかね。そこに、キョーティワ和感があります。これはルアペフですね、ニュージーランド。やっぱり、やはりとて言いますかね。南太平洋の、まあ、基準点になっています。そして、このラインがここに集まります。 この辺りが世界の山々が集、からのラインが集まるラインです。キナバルです。このキナバルの線はやはり長いですね。左に、下から来ます。そして、まあ、上のプラットフォームへと繋がっていきます。これがアイゲリーって言うんですかね。フランスの実に奇妙な岩,で岩山ですけども、やはり先ほどの仮想路の近くって言いますか。だいたいこの辺に集まってるんですけどもね。 あの、まあ、興味ある人は見てください。そして、これがマッターホルンですね。マッターホルンも、あの、いわゆる、ま、北、あ、なんて言いますかイタリアあたりのまあ基準点になっていますね。そして、全く同じ滑走路、いですかね、プラットフォームの周辺に集まってきます。もちろん富士山もありますよ。富士山の、まあ、あの、ラインは大変あの、まあ、 ち、短いということではありませんけれども、それほど、まあ、目立つラインではありません。ここに重要なポイントがあります。今、坂、あの、180度回転していましたけれども、この形が日本の本州の形と一致します。それだけではなくて、えー、ちょうど、なんて言いますかね、富士山のある位置でクロスポイントができているということですよね。いわゆる、まあ、左の方を見ていただくとこの緑の線は日本の富士山から引いてきた線です。そして、この交わっているところと、まあ、地図上のですね、 日本の富士山の位置が一致するということです。なおち、左の、この、いわゆる、まあ、地上に描かれた絵はですね、絵ではなくて、これは日本の本州を表す、地上絵であったということになります。まあ、こうした事実は、すべて、あの、林博士が発見したことですよ。そして、マウント・ウラウンです。 生産中の生産ということになりますね。このウランからの、えー、ラインは十数本以上あります。プラットフォームも二つあります。その中の一つはこれですけどもね。やはりマウントがありますからマウントを繋いでみてください。その証拠に、この今矢印で囲んだところに三角形と言われている地上絵があります。これは三角形ではありませんよ。ここの緯度形度を示しておきますから、またご覧になってください。これはそのまま ブラウン山の形を表しているわけです。まあ、このようにですね、えー、方向を示すと同時に、そのまあランドマークをこのようにまあエイリアンたちは書き残していったということになります。もちろん人間じゃありませんよ。もちろんインカ人じゃありませんよ。まあ、このように、ナスカ理論と、それから私のライン理論を使うと、世界の古代の謎が解けていくということです。まあ、それが分かっていただきたかったために今日はこのビデオを編集してみました。 こんなことができるのは人間ではありませんね。まあ、せまあ、宇宙をですね、もう自由に飛び交う人飛び、飛び交うことができる人によって、こういうことが可能だということです。まあ、それでは皆さん、バイ。